アシーズブリッジ広島店ビスラです。12月23日、雪山甲州、大山に来ています。気温が2度以上あるんで、樹林帯は上から雨雫のように、落ちてきています。屋根雪の落雪注意ですね。コンディション風はないんですけど、小雨混じり、元谷まで行けば雪に変わると思います。総勢8名です。元谷やっぱり積雪少ないと30センチないぐらいですね。行者に詰めれようと思ったんですが、雪が少なくやぶこぎのために、行者をね、まあ夏のコースですよね、それを上がっていこうと思います。気温がかなり高いんで、この標高でもポタポタ、水滴が落ちてきます。雨降ってないんですけど、木の下は雨降ってるみたいですね。6号目の避難小屋はまだだいぶ露出してます。もっとあるかと思ったら意外に、雪がなかったですね。今から、もうすぐ1時ですけど、今から頂上を目指します。風は ないけど気温はだいたい1度ぐらいかなっていうところです。頂上台地はいつも使えないこういう両脇に揺れる。柳浦さん、そこまで上がって そっからちょっと回り込んで、さっきから、うん、まだ埋まってないから明るいですね、中が。雪を落としてから、わあ、そうですね、まだ埋まりきってないんで、なんか明るいです。はい、お疲れ様です。雪を中に落とさないように、まあ後から入っておきますからいいですよ。はい、頂上の小屋です。我々は今日どうも最後の日ですね。時刻は今2時半、2時
20分はい。はい、5合目まで降りてきました。見えますか？下はすっごい風です。相変わらず木の雪がドサッと落ちてくる。すごい風です。まあ早く来てよかったって感じですけど、まあ気をつけて。やっと3合目まで降りてきました。今もう3合目、そこに書いてあります。もうここ結構風が強いですけど、雨まじりで、こっち側の斜面のブナは雪、枝雪が全部落ちてますね。元谷側はちょっと残ってますけど、まあ、春の嵐のように風が吹きまくってます。はい、5時4分、17時、4分54分か、下山です。車に気をつけてください。夏山登山口に、無事下山しました。車そこカーブだけ気をつけて。佐川のキャタ車発見です。やっぱもう暗いですね。昨日が冬至だったんで、5時過ぎたらもう暗いです。